福祉販売株式会社は1958年に発表されたロバート・シェクリーの長編 SF 小説である。短編小説を書いていたシェクリーにとって初の長編小説となった。ギャラクシーサイエンスフィクション誌に連載されたタイムキラーを原型とする。1959年度のヒュ号賞長編小説部門候補作となったが、 ジェームズ・ブリッシュの悪魔の星に敗れ、受賞はならなかった。日本語版は、福島正美のわけで1970年に SF マガジンに連載されたのが書出で、その後単行本化された。自動向け版もある。この小説を原作とし、1992年に、ジェフ・マーフィー監督による映画、フリージャックが公開された。 1958年休暇を終えたトマス・ブレインはニューヨークへ帰るためハイウェイを走っていた。スピードを出しすぎたためセンターラインを越えて対向車と正面衝突。即死してしまう。しかし彼は2110年に目を覚ます。この時代には21世紀中に進められた科学的研究により死後に来世へ行く技術や 心を取り出して別の人間に移植する技術が実用化されていた。ブレインは技術を開発したレックス社の宣伝のため、非合法の時間旅行技術を用いて過去から心を助け出され他人の体を与えられたのである。レックス社は企画を中止し、うなしとなった彼はグロデスクな未来社会に放り出される。ブレインはバーサーカーの教皇。 再生の失敗で、反死時のようなゾンビが生じる様などを目撃する。また移植用の体を闇で取引する業者に、誘拐されたり、自殺志願者を殺す、カルードの職を経験した後、下請けのヨット設計技師となりひとまず安定した生活を得る。しかし、悪事の露見を恐れたレックス社が、ブレイン抹殺のために動き出す。ブレインは、 かつての同僚だったカリュドたちに追われて、絶体絶命となるが、技術を用いずとも、大成いける超能力者だった友人メルヒルの霊、ゾンビのスミス、マリーソーンらに助けられ、マルケサス諸島へ高飛びする。マリーと結婚してしばらくは幸福に暮らす、ブレインだったが、その生活は、記憶を取り戻した、スミスの来訪によって中断される。スミスは、正面衝突で、 ブレインと同時に死んだ対向車の運転手だったのである。彼は事故がレックス車によるものであったこと、ブレインが事故を回避する努力を怠ったことを指摘し、一番の被害者である自分にブレインの健康な体を譲り渡すよう要,要求する。死亡時のスミスがまだ19歳の若者であったことを知ったブレインは要求を受け入れ、妻と共に大へ旅立つ。 不死販売株式会社フリージャック間末解説実際にはフリーウェイは日本同様上り車線と下り車線が中央分離帯で完全に隔離されている一方通行なのでこのような事故はありえないありがとうございます